ただいまご紹介に集まりました、佐野真一です。こちらの、あれも映りましたけども、ちょっと司会の方が間違いなく津波と原発というタイトルの本を出しました。で、今日は短い時間なので、手際よくと言いますか、4つぐらいに分けてお話をしようと思います。まず、早いもんで3.11 からちょうどこと今日で1年経ってしまったわけですけれども、まず 3.11 に私はどこでどうしていたかということをまず語りたいと思います。それから、現地に僕は行きました。津波の、惨状を目の当たりにして言葉を、失いました。それから福島原発の一番近くまで行ったところは1キロの手前まで入りました。そこで僕が目撃した、フィールドワークでしか語れない、話をします。それから、今日いらっしゃっている方が原発について、今もお話があったように、大変危険なものであり、これを解除に向けて脱原発の動きにつなげていきたいということだと思いますし、僕自身もそう思ってますので、現在、脱原発の、旗振り役と言っていいでしょう、孫正義という人間、これロビーにも出ておると思いますけども、僕最近孫正義伝安保というのを、書きましたんで、その孫正義になぜ僕が注目したかについて、お話しします。それから最後に脱原発のこれからの取り組み方といいますか、道筋ですね、ものの考え方をどうすればいいかという大体4つぐらいのジャンルでお話をしていきたいと思います。まず 3.11、2011年の3月11日、僕がどうしていたかということをお話します。僕が住んでいるのは今、大変有名になってしまったというか、やっぱりこれも福島の原発事故の影響なんですけども、千葉県の流山というところです。ホットスポットということで大変線量が高いということで、枯葉であるとかですね、枝がかなり高い放射線量を浴びていて、行政がですねそれを焼却することがなかなかできないで、苦慮している自治体に住んでおります。僕はその日、各社の新聞記者が電話の向こうで待ってました。というのはもう多分皆さん忘れだと思うんですけども、去年の3月11日は東京都民にとってですね、かなり重要なと言いますか、石原慎太郎という男がですね、参戦で辞めるか、あるいはまさか論議に出ることはないだろうけれども、その去就を、佐野さん見といてくれというふうに僕は言われたんです。それは石原慎太郎論というのを僕書いたもんでですね、言ってみれば、3期12年の功罪を、コメントしてくれという新聞社からの、リクエストがあったわけですね。で、石原慎太郎に、功罪という意味で言えば、こうなんで一つもないと思うぞと、で、罪だけだけどもそれでいいかいって言って、そういう私のコメントは欲しいんですというので、僕は都議会の最終、議会といいますか、テレビでもずっとやってましたので、それを見てたんですね。そしたら石原慎太郎が、どう思ったのか、日が暮れたとしか僕は思いませんでしたけども、4期目に出馬すると老骨に鞭を打ってというのはもっともらしいことを言いました。で、僕はものすごく不吉な予感がしたんです、その時。で、予感は
本当に20分後に当たってしまって、その激震が襲ってきたわけですね。で、まあそれから先のことはちょっとまた後から話しますけども、石原慎太郎はそれから確か3日後か4日後ですけれども、この大地震と津波は天罰だという発言をして、被災者を本当に魚でした男でしたね。やっぱり僕の予感は当たってしまったわけです。ちなみに僕は前から石原慎太郎というのはとんでもないやつだと思ってますけれども、 3.11 以降はですね、石原慎太郎と呼ばないで、使用済み核廃棄物と呼んでいます。この通り、実は出版社から電話も、通じなかったんですけど、夜中になってどうにかつながるようになりました。で、ある出版社から、あるいは新聞社から、今度の未曾有のことなんで佐野さん書いていただきたいという、依頼が随分あったんですね。で、特に大きなというか長い付き合いのある出版社から、とにかく行ってほしいと、三陸と福島に行ってほしいというふうに言われたんですね。で、僕はちょっと考えました。ちょっと待ってくれよと、少し考えさせてくれと。というんでですね、ちょっと数日僕は答えを延期したんです。というのは体力にですね、いささかその頃自信がなかった。というのはですね、これも北海道に絡む話です。それの約 3.11 の約1年前、僕は北海道の別海というところにいました。で、実は明日、その別海出身の木島かなえという人間の論告求刑、おそらく死刑だと思いますけども、があって、僕は今日、とんぼ返りで帰って、明日の論告を見るんですけども、その取材で去年の1月、去年ではない、一昨年ですか、1月にですね、別海に行って、その木島かなえの関係者にいろんな話を聞いていたんですね。で、最後の日、別海のホテルで泊まっていたら、非常にこう胸にただならぬ、なんていうんですかね、異常な感じがしたんです。で、その時僕は思ったのは、木島かなえが僕の胸の上に乗っかってる悪夢を見たんです。これは本当なんです。で、なぜそんな悪夢を見たかというと、その日の昼間、木島かなえのおじいさんに会って決定的な証言を得ていたんですね。木島かなえというのがどういう女なのか、お孫さんはどういう人でしたかと聞きましたが、そのおじいさんはもう90超えてましたけども、非常に悲しそうな声で、なかなか言いづらそうに、あの子には本当に困ったんだ、ある家からあるものを取った、盗んだんだと、なかなか言わないわけですね。おじいさん、そこまで話したんなら、どうぞおっしゃってくださいと言ったら、おじいさん吐き出すようにですね、小学校2年の時にあるものを盗んだ。なかなかあるものを言わないんですね。で、そこまでおっしゃったなら教えてくださいと言って答えた答えを聞いて、僕は本当に腰が抜けました。小学校2年生が預金通帳、500万円分の預金通帳を盗んだんです。その時に、この木島かなえというのは、持って生まれた犯罪者、サイコパスだと僕は思いました。裁判は今もやってますけれども、そういう証言を得たんでですね、木島かなえが僕の胸の上に乗っかったような悪夢を見てですね、で、その後僕は東京に帰って、本当はその別海で、救急車を呼んで医者にかかろうかと思ったんだけども、別海はご存知の通り、東京23区と同じ大きさにですね、人口の8倍ぐらいの牛がいるという
酪農地帯です。日本で一番